本日は質問にお答えしたいと思います。自己肯定感を上げるテニスコーチ加藤です。今回もよろしくお願いいたします。まあ、今回ですけどもね、YouTube のコメント欄の方で、質問来てましたのでね、はい、まだなんか気になる質問あれば、ポジティブな内容であればもう全然問題ないのでね、どんどん、はい、SNS でも他の SNS でも OK ですし、ご質問いただければと思います。はい、活動さんですね。初めてメッセージさせていただきます。テニス歴5年69歳の G です。ちなみに左打ち、時々拝見して参考にさせていただいているほど思うことが多々あり、実践しようと思っていますが、老体ゆえままならぬ試行錯誤の毎日です。いえいえ、私もそんな感じなので、共に精進できればと思います。技術的なこともそうですが、マナーがとても大事ですね。そうなんですね。実はこれね、マナーはすごい大事で、ありがとうございます。僕も最近すごく悩むことがたくさんあります。そこで疑問に思っていることがあるのです。今コーチに何人かで教えていただいてますが、試合形式の練習の時、初心者ゆえコントロールもままならず、コーチのところにチャンスボールが行ってしまい、なんて思っていると、コーチにごちそうさまとかありがとうとか言われますが、こちらとしてはわざとそちらに打っていることはなく、ちょっと不快に思ってしまいます。それはコーチが普通に言う言葉なのでしょうか。これ難しい質問ですね。コーチが生徒に言う言葉としては、常識ならば私は考えを改めなければいけません。考えをお聞かせいただければ幸いです。ありがとうございます。まあこれ難しいんですよね。で、まあただもう結論から言うと、この勝男さんのメッセージを考えてると、まあ、このコーチのやってることは結果として、僕は間違ってると思います。で、まあこの今のそのいきさつとか、まあいろんな考え方があるっていうお話をね、ちょっと僕の経験上お話しさせてあげたいと思います。初めて見られた方の、僕はテニスコーチ歴20年目になります。ひょんなことからですね、ちょっと YouTube を始めることになり、いろんな方にご指導いただき、今5000人ぐらい行きました。1万人目指してますんで、よろしければよかったらちょっとチャンネル登録ですね、あとお友達にもご紹介いただければと思います。これね、やっぱりこう長い間コーチしてくると、まあ、この間も相方 B、まあ、A とも B とも話すんですけどね、まあ、他のコーチもそんな話すんですけど、そのお客さんとの距離感ってすごい難しくて、で例えば、まあ、有名な、ね、一流ホテルを考えた時に、まあ、すごいこう丁寧すぎるようなこうジェスチャーをされた時にですね、でもやっぱここは高級なところはさすがだなと思うんですけど、例えばすごい安いホテルで、なんかすっげえ堅苦しく言われたところで、ね、ホテルのベッドも微妙だし、ご飯もそんな別にな値段そうだと思うんだけど、ということで、こう丁寧すぎても、ちょっと萎縮するじゃないですか。もちろん、無礼とか失礼であるんだったら、そっちの方がいいとは思うんですけども、だからお客様とも長い付き合いになっていくと、その距離感とか、お互いのこの話していく、声かけとかが、ね、すごい難しくなってくるんですよ。で、まあ、ただね、僕一言、ちょっとこう言葉を選ばず言わせていただくと、もうテニスコーチってね、バカな人多いと思います。バカっていうのも、頭がバカかどうかは別として、なんだろうな、お山の大将というか、ちょっとこう昭和の名残っていうか、例えば先生とかいろんな人がこうね、偉いみたいな、先生とかなんかその年上の人が偉いみたいな、もちろんその亀の子より年の子って言いますからね、なと思うんですけど、まあ、その昭和の初期の時代とかね、やっぱその戦争が前提になってたりとかね、まあまあその話はさておきなんですけど、やっぱいろんな価値観変わってくるじゃないですか。で、僕ももうね、44ぐらいですか、まあ、テニススクールではまあ一番ね、そのスクールの中で責任者みたいな立場になってますけど、だからといって偉そうにしていいわけではなくて、っていうので、やっぱこのコミュニケーションを履き違えてる人が、でテニスコーチって、これ皆さん、みんなテニスをしてると思うんですけど、まあ、僕もそうだったんですけど、一つ言わして考えていくと、まあ、テニスしかしてかなかったコーチで、選手としても微妙だったコーチ、まあ、結果が出たとしても、そのテニスしかしてこなかった人って、こういう傾向にあります。で、逆にめちゃくちゃアルバイトとかね、すごいこう自立が早かったし、自分でいろんなところでテニスコーチ以外で、ね、バイトしたりとか、もちろんそのサラリーマン経験、だから結構そのスポーツクラブの、その結構この上に立っていく人って、割と一般企業働いて合わなかった で上にこう、ね、そういう人も多かったりするんですけど、まあ、いわゆるその社会を知らない方が多いので、この
タイミングでこの言葉かけてどうなのかなっていうのを多分履き違えてるのかなっていう、まあもちろん僕も今でもたくさん失敗するし、たまにね、あの相方へとか、いやそれちょっと言い過ぎじゃないですかとか、それ大丈夫ですかみたいな、まああったりするんですけど、まあだから自分とその人の関係性において成り立つ。例えば、僕とまあ A というお客さんが初めて会う、じゃあ相方 AB の、あ相方まあ A のお客さんと10年来で、10年来の付き合いの人と1年も経ってない付き合いの人とで、まあ、声かけも変わるし、お互いのそのなんだろう、積み重ねてきた年数って違うじゃないですか。そういうことの温度差を感じられない人が多いのかなっていう人が、うん、例えば10年20年ね一緒に過ごしている人と1年2年ね、ね、何ヶ月って人とやっぱり対応変わりますよね。まあただ一つ、その僕もそのうちの周りのね、の相方 AB とかもそうですけど、できるコーチたちは、あの僕はできるは別としてそのコーチたちとあの話聞いて、やっぱり親しいお客さんとか、自分がやっぱりこの人とは多分気が合うなというか、まあいわゆるそのお客さんと生徒の関係ない友達だとしていても、今日仲良くなってるなって人の方が逆に距離を置くようにしますよね。でやっぱりこうこの人にあんま好かれてないかなとか、まあ得意じゃないかなってのはあんまないですけど、職業から、まあ、そういう人たちで会った時に逆にむしろこっちがこう失礼のないようにこう積極的に話しかけるようにするので、まあそのまああとね、まあありがとうごちそうさまっていうのはちょっと学生のノリですよね。でまあちょっとね、今このそのそうですね、あのマナーって、まあ、お客さん同士のマナーもあると思うんですよ。遅刻してきてとかね、あのレッスンそのやってることわからなくて教えてもらったのに、お客様同士でその教えてもらった人とかいろいろサポートしてくれてありがとうとかごめんなさいって言えない大人もどうかと思うんですが、これ指導者側としてもやっぱりこれ結構大事で、なんかまあ言葉遣いは気をつけた方がいいとですね。例えば、まあ、69歳っておっしゃってますから、まあ、私がもし44で、ね、ご一緒することあって、まあ、敬意をね、ごちそうさまありがとう、多分ここだけじゃないと思うんですよ。その敬意を払ってるっていうか、やっぱり僕が一番初めにお世話になったそのテニスの部屋でも出てきますけども、まあ、井上さんって方がいらっしゃって、まあ、その方が初め言われたのは、やっぱりね、の一生懸命テニス上手くなりたいために頑張ってきたと思うけども、僕一番初め24、5くらいだよね。ただ人生経験とか社会経験においては他のお客さんの方が上だからね、そういうのに対しては敬意がない言葉遣いとか態度とかは良くないなっていうのをすごくこう一番初めに言われました。だからこれ感じ取ってできてないってなったら、このコーチの方が間違ってますね、確実に。はい。でまあこの話を聞いてると、まあ、今コーチ何人かで教えていただいてます。何人かがあのグループレッスンとかであればね、まあ、あの別のコーチをこう変えるとか、ね、してもらえればプライベートみたいな形で、ね、グループでやってるんだったらいいと思いますし、まあ、スクールのレッスンであればね、でも頑張って、まあね、仕事の調整とか忙しいと思うんですけど、なんだろう、この変える、そのクラスを変えるっていうのも一つの手かなと思いますね。あのいるんですよね、やっぱりいろんなコーチね。だからやっぱ接客業ってことをちょっと忘れてしまいがちですよね。だから僕ももちろんタメ語使うこともありますし、僕は特にそのお客さんに対して、僕の場合ですよ、要は例えばこの人と仲良すぎるなっていう極論ねのと、この人嫌いすぎるだろうなってなった時に、例えばで一生懸命のお客さんに対してはしっかりボール打つし、まあ逆にたまにはこうバーンって打ち込んでこうよしみたいなこうパフォーマンスを取ります。それに対して他のお客さんがイラッとする。あとは逆にも初めからもう暴力的な感じでババーンって言ってうらーみたいな感じでお前のこと嫌いなんだぞみたいなのをアピールして他のお客さんが不快を感じるってなった場合は、やっぱり後者の方は気をつけるようにしますね。ポジティブな情動に、それはもう本当にこれはコーチの取り方だし、ポジティブな情動に対して、相手が受けて第三者が、まあそれに対して、うん、はてなって思うのであっても、僕は別にその人との、その1対1、例えば10人お客さんレッスンして、この人とこの人と自分の関係性においてドラマがあるって考えてるので、そうですね。ただ、あ、それダメだよ。なんでそこでミスするんだよっていう言い方はしない。かな。で、逆に、いや、
惜しかったですね。そのお客さんが、いや全然惜しくないもん、ただのミスじゃんと思うけど、可能性的に惜しかったもので、あこれ入ったらすごいなってものたちは、僕は別に何と言われようがこう伝えますし、その差ですかね。あとは、まあそのね、この方が、そのカツオさんが、なんだろう、グループ、そのプライベートレッスンを受けられてるのか、そのスクールのレッスンかが分かんないんですけど、まあ、僕はスクールのレッスンだと定義して、まあまあ、プライベートレッスンもそうですけど、そのお客さんがリピートで来てくれるかどうかっていうので、最終的な自分の判断が正しかったかっていうのを、こう、決めますかね。ただここだけで言うと、僕でもごちそうさまとかありがとうとか言わないかな。なんか上から目線になることは言わないのは、まあもちろん自分が上手くないのもあるんですけど、あのあれかな、なんかどっちかって言ったらお客さんに、なんかお客さんに言われるのは一番倒しやすい、なんだろう、相手だなみたいなことをよく言われるので、だからなんか、まあジュニアのその例えば選手目指す子であれも、僕をスコスコにできなかったらそれはダメだよっていう一つのこう登竜門だし、ある程度その上級に行きたいお客さんだったら僕とも本当に真剣に打ち合って僕を打ち負かすことができるようになったら、こうステップアップっていう位置づけで自分の存在を考えているので、だから逆にそうですね、逆にも対等の立場でよしみたいなことをね、だからもうお客さんは、お前校長と投げないなとか、まあ他から笑いながらお客さんも、なんで校長ってねって、それがこう、ふわって曲がるじゃないですか。じゃあ僕がちょっとこう、ヒールじゃないな、ちょっとこう、悪みたいな感じになって、あいつやっつけようぜ、みたいになるじゃないですか。そういう、こう、ポジティブなノリであればいいんですけど、どう考えるとそうじゃないので、まあだからね、これはもう間違ってないと思います。まあそのコーチ見てないんですけど、僕の経験上、こういうことをこう言うっていうね、例えば上手い人で、まあその言い方ちょっと悪いけど、生きってる人みたいな、偉そうになんかでアドバイスとかし始めるようなね、おっさんとか、まあおばさん、僕のおっさんおばさんって定義はそこね、他人を不快にさせる上から目線の、横系列なのにマウントしたがる人をおっさんおばさんって言うんですけども、まあそういう人に対してはちょっとなんか、お前その大したこと上手くないよっていうのは分からせようとはしますけど、だってね、周りの空気壊してまでそんなことをする人なんて許せないので、まあだからそれぐらいですかね。なのでやっぱりこちらのそのカツオさんの考え、これ正しいと思うし、これだからテニススクールって本当そうなんですよ。僕今お世話になってる社長と、まあその社長のね、同じテニススクール仲間の方とかは、やっぱ一般企業に対して自分たちの会社はどうあるかって考えない、そのもとで僕も学ばせていただいてるんで、まあ自分ももともとそのおやつカンパニーの会社にいたんで、全然 OK というか、まあある程度のこの社会的通念は理解してるつもりなんですけど、だからそこから大きく外れてるんですね、やっぱ今のテニススクールって。もう個人経営とかもそうですし、まあ、逆に言うとその系列店で大手がやってるところもテニスのところとかってね、もうひどいこうリストラとかパワハラとかもあったりもするか、難しいんですけどね。だからそのテニスの世界っていうのがやっぱりなかなかその一般社会とはかけ離れてるっていうのは悲しいかな、実情だと思います。なんかわけのわからない体育会の理不尽なノリがまだこう残ってるっていう雰囲気は確かにありますね。まあそういう中でのコーチなのかなと思います。はい、まあちょっと長々とちょっと自分の感情もちょっと伝えたみたいな感じになってますけども、まあそのマナーっていうの大事です。マナーっていうか思いやりですよね。なんかこういうなんてすごい、お客さん同士もそうだし、コーチがお客さんで話していく時もやっぱそれは大事だなと思いますから、まあ難しい。もちろんね、こんだけ周りに迷惑かけて周りにあれするんだったらもうこのお客さんはいらないかなっていう人もごく稀にね、1000人単位のスクールだったらいらっしゃると思うんですけどね。まああんまり、まあ、お互いその嫌な思いでグループレッスンだしねっていうんで、はい、まだ頑張ってください。陰ながら応援しております。もしね、そういったコメントあれば全然僕答えますんで、むしろですね、よくこうヘビー視聴、リスナーっていうか、ウォッチャー、まあ、このファンの方というか、熱心に見ていただく方って、どっちかっていうと僕が忖度せずに本音でボーンってぶちまけるのが面白いって言われてるので、まあ、できる限りのことはお話しさせてあげたいと思いますので、よろしければご参考ください。今日はこれで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。